皆さんはじめまして、川島ありさです、北海道出身の24歳になります、ミスフラッシュさんのオーディションを受けるのは初めてで、こういうサバイバルとかもあまり経験がないのでちょっと不安ですが、皆さんの力を借りて頑張りたいなと思っております。お肉が大好きなので毎日唐揚げを食べています。もしミスフラッシュに選ばれたら水着でお肉を食べるということを目標に頑張っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。